てその結果はいかに。それは、実の娘、私のお母さんは子供がそのまま大人になったような残酷な人だからビビっちゃうのもわかる話なのよ。私に聞かれても、私個人の都合でパパを振り回す結果になるのは目に見えているのに何も言えないのよ。おお、極めて日本人的な責任転嫁なのよ。さすがだよ。それで行こう。パパ超で、なぜ私のところへ来るのかしら。だからって私にどうしろというの。それでも結果はつきまとうわ。私が気楽に決めた結果で、あなたたちがどうなっても責任は取れないし、後悔もしたくはない。他を当たってちょうだい。そんな冷たいこと言うなよ。他には。だからって、私だって困るのよ、そんなこと。中隊長って。注意殿、お言葉を。あなたが、私たちは何年でもこの島に立てこもり、一兵でも多くの敵をほふりましょう。あのね、これは軍隊ごっこじゃないのよ。そんな大事なことを私の意見でどうにかしようというのがそもそもの間違い。あなたたち
私を神様か何かと勘違いしていない？だから、ユミコを勝手にヨシコにするなと何度も言っているでしょう。だいたい答えはもう決まっているんでしょ。だったら好きにしたらいいじゃない。あなたたちは結局後始末を私に押し付けたいだけなのよ。違う？私の正直な意見を言っても構わない？この学園ではある程度の安全が保障されているとはいえ、イリスさんが標的になっている以上、イリスさん本人はもちろんのこと、他の学園生においても保護はしきれないというのが現状よ。同じ学び屋で席を並べた友を放り出すのは、私としても忍びの学園経営者の娘としては苦渋の決断をせざるを得ない。イリス・マキナさん、あなたを当学園から除籍します。除籍？休学でも退学でもなく除籍。つまり書類上はイリス・マキナはこの学園にはいなかったということになるわ。ええ、あなたもよ。風見雄二なんて学生、うちにはいなかった。それでいいのでしょ？学園長や他の子たちには。ユミちゃん。いいのよ。逆に言えば、それぐらいしかしてあげられないのが私なのだから。私からも。私は厄介者を追い出しただけよ。お礼を言われるようなことは何もしていないわ。まあ、すべての方がついたら、またこの学園へ戻っていらっしゃい。除籍とはいえ、再入学はいつでも歓迎。ユミちゃん！ちょっ、ありがとう、ユミ
のよ。なんでキスしたなんでって。なんで。サービスは？もうそんなお礼とかサービスとかいいから、とっととこの学園から出て行ってちょうだい。追い出されちゃったのよさ。やつはなんであんな怒ってんの？お礼がしたかっただけなのに失敗しちゃったかな。あなたたち、いい加減にしなさい。猫ってさ、死ぬ時が迫ると飼い主の前からいなくなるって、このままスッとみんなの前からいなくなって、うるさい子だったなーって、バカな子だったなーって、そんな風に思われたままいなくなりたいよ。ありがとうパパ。
ジ、あんた何その荷物、どっか行くの？へえ、そうなんだ。どっか行き先の当てでもあるの？なんか大変そうね。私に手伝えることってなんかある？急に言われてもな。ごめん、2000円しかない。お、何よ。まあね、由美子からそれとなく事情は説明されたし、私たちにはどうすることもできないし、むしろ下手に関わろうとしない方があんたたちの助けになるって本当なの？全部型がついたら戻ってくるんでしょ？別に、あんたなんてどうなってもいいけど、マキナだけはちゃんと守りなさいよ。私こう見えてもあの子のこと結構気に入ってんだから。嘘よ。あんたのことはどうでもいいって言ったの。嘘。あんたもちゃんと帰ってくんのよ。ね、さっきの2000円あげたんじゃなくて貸したんだからね。ちゃんと返しに来なさいよね。わかったの？わかったら返事しなさい。返すんじゃないわよ。何喧嘩してんのよさ。うん、ザリガニも中庭の池に返してきたし、荷物も持って。あんたたちもう行っちゃうの？うん、ていうかマキナ、あんた荷物ってそんだけ？そのカバンの中、おやつとパンツって。足りないものがあれば買えばいいし、余計なものを持っても邪魔なだけなのよ。マキちゃんは入院慣れしてるから荷物が少ないのにも慣れてるもんね。あ、そっち。マキちゃん、これさっき預かったリンゴの苗だけど、やっぱり私は受け取れないよ。これはマキちゃん、マキちゃんがいつか安住の地を見つけたらそこに植えるといいよ。実がなる頃にはきっと全部片付いてるからね。はい、いつかきっとみんなで笑いながらリンゴを食べられたらいいなって、そう思うんです。あ、わかった。じゃあ、いつかきっと、みんな。楽しみにしてるね。ねえ、ちょっと、本当に行っちゃうの？今すぐ？はい。お二人の、武運上級を。ちょいとお待ちを。お前、あまねえ。マキナ、あんたこれ持っていきなさいな。え、でもこれ、これさえあればいつでもパンが焼けるでしょ。うるさいわね。あんた男の子なんだから、これぐらいの荷物増えたって平気でしょ。あんたが背負っていけばいいじゃないのよ。あ、あとこれあり合わせだけど、お弁当詰めたからお昼になったら食べなさいね。マキナの好きなタケノコとレンコンとサヤエンドウの煮たのも入ってるから。うん、あと、あんた部屋に携帯電話忘れてたわよ。これがなかったら電話、それはわざと置いて。え、なんで？
マネさんは心配性ですね。だって、そういうさっちゃん。はい。私は、マキちゃんも風見さんも、ちゃんと無事に帰ってくる。信じてるってだけで、確証なんかないんでしょ？確かにそうです。でも、私が信じているということを、お二人に伝えます。どういうことよ。例えば、お二人が辛い状況にあって、諦めてしまいそうになったとき、信じて待っている人がいると思い出すことができれば、それが立ち上がる力になるかもしれません。信じるだけというのは、いかにも無責任なように思えますが、信じるって。そっち。わかった。だったら私も。私だって、信じてあげてもいいのよ。ていうか、信じるわよ。はい？どうにも最近のミチル様は語尾が不明瞭でいけませんね。もっと大きな声で、元気。ああ、もう、わかったわよ！大きな声で言えばいいんでしょ！しーん！チルチルがちゃんとツンデレしてる！長生きはするものなのに。そうそう。人間長生きはするものだよ、マキちゃん。ですから、マキちゃんも風見さんも、必ず帰ってくると、約束してください。嘘でもいいですから、お願いします。そして、その言葉を信じて待っている者がここにいると、ご記憶に留めていただきたく思います。はい。お待ちしております。約束だからね。絶対帰ってくるのよ。いい？マキナ、あんたもちゃんと戻ってくるのよ。いい？ありがとう、チルチル。ありがとう、みんな。イリス・マキナ、行ってまいります。どうか皆様、お達者で。
アイスも買っていい？きっとよ。ちょっとあなたとお話がしたいのだけれど、少しお時間いいかしら？行くあてはあるの？子供が知った風な口を。無駄なことよ。やめておきなさい。どうせあなたたちはすぐに処分される。でも、今ここで両手を挙げるのならば、確保で済ませることもできる。落ち着いてよく考えなさい。あなた一人で何ができるというの？これは赤坂と市ヶ谷の相違で決まったことなのよ。そうね。ちゃんとお互いに顔を見て話し合えば、あなたを説得できる。そんな風に甘く考えていたのかもしれないわね。おっぱい触らせてあげるって言ったら、諦める？考えるんだ。でも、考えるだけよね。結局、諸子貫徹ってわけじゃないけど、一度こうだと決めたら、絶対にぶれない。諦めない。そういう強情なところは、師匠譲りかしらね。その結果、自分が命を落とすことになっても、それは残された女の気持ちを考えない男の身勝手よ。麻子を盾にすれば、私が何でも納得すると思ったら大間違いよ。あら、じゃあいらないの？おっぱい。
ひどい会話ね。自分がここへ何しに来たのか忘れそうだわ。冷たいのね。謝らないでよ。あなたを責めるために来たわけじゃないわ。どうせ私が何を言ったって無駄でしょ。朝子も裕二もいつそれでも、もう一度だけ警告するわ。やめておきなさい。今逃げれば、このまま逃げ回っていれば、いつかはイリスケも諦めると思っているのなら、それは間違いよ。これは私が独自に調べた情報だし、あまり確実とは言えない捜査。先日の夜、イリス・マキナからイリス・キヨカに電話があったそうよ。その時の電話でマキナは、もうこれ以上私に関わらないでほしい、これ以上の干渉が続くようで母親を相手に逆に脅しをかけたらしいわ。そういうこと。イリス・マキナの記憶力はあなたも知っているでしょ。彼女は幼い頃、父親の書斎で偶然に見かけた汚職関連の資料の内容を、今まで電話口で母親に向かって当時の資料をそらんじて聞かせたら、具体的な数字や取引相手の企業の名前が判明してしまえば、あとは少し調べるだけでもボロボロと不正が発覚。マキナが生きている限り安心はできない。いつどこから情報が漏れるともしれん。それを恐れたイリスケはマキナの暗殺に踏み切ったというわけよ。それだけイリス一族の力が国政にも深く根付いているということよ。下手に逆らったところで誰も得をしない。あなた一人でイリスケを滅ぼすというの？無理よ。このままではあなたも始末の対象になる。そんなことあなたにできるの？嫌な目ね。ドロドロに濁って、どん出会ったばかりの頃、病院のベッドの上で見たあの頃のあなたの目だわ。あなたにとってあの子はそれだけの価値があると？
バカよ。あなたも、麻子も。待って、ユージ。あなた、その格好のまま逃げる気？服を買いなさい。制服のまま人を殺さないで。それと、女性に対するマナーの本でも買いなさい。こんな時ばっかりジュリアって呼ばないで。私のことなんて、便利な女としか思ってないくせに。ムカつくのよ、あなた。勝手にどこへでも行けばいいじゃない。もう、知らないんだから。知らないんだから。バカ。終わった？パパの分もちゃんと買ってあるのよ。どうしたの、パパ？さすがに疲れた。それはいいんだけど、どこへ行くの？このお部屋、消毒薬臭い。まるで保健室か病院みたいなのよさ。
まねー、脱がんじゃ、パパ脱がして。ああ、失態だね。これは大失態だよ、ハルデラク。申し訳ない。勇敢である君には随分と目をかけてきたつもりだし、私もそれなりの便宜を図ったつもりだったが、これは私に見る目がなかったということなのか。いえ、決してそ…でもさ、君、実際逃げちゃったんだろう。そりゃね、9029は特別な番号だ。過去の経歴を含め君に一任するのが何せ君はあの命令無視の常習犯だった草壁麻子をコントロールでき、それがどうだい、今回のこの首輪を引きちぎって逃げたって言うならまだいいさ。どうせ名簿には乗っちゃいない男だ。こっそりと処分してしまえばいいだけの話だが、安泰を連れて逃げたとなれば、そりゃ話は、これはもう命令無視なんて話じゃない、国家反逆罪だよ。どう責任を取るつもりな。申し訳ありません。ハルデラ君、君ね、私は別に謝ってもらいたくてこんな、ハートはなんだね、ハートは。長から小になってやっとオフィスの看板を掲げられるようになったかと思えばこの不始末だ。君ね、うちはただでさえ外資外資と煙たがられているってのに、これ以上私の立場を悪く、休日に子供とも遊ばずに勉強して、私がどんな思いで赤絨毯の個室を手に入れたと思っているのかね。え、知らないわよ。何か言ったかね。いえ、空耳か被害妄想ではありませんか。とにかくだ、9029号の立ち寄り先の予想ですから。先ほど説明させていただいた通り、9029号が逃亡した場合、一度でも足を踏み入れた場合、過去に9029号が住んでいた場所や任務で訪れた場所を除外したリストは提出済みです。それとこれはあくまでも勘の域を、で9029号はかなりの高確率で都内に、それもここからそう遠くない場所に、せ、それは飼い主としての一応君の言う通りに二種装備の捜査官を待機させてはいるが、漠然と都内と言われてもだね。クローバー12より緊急内容29を発見、現在追場所は港区新橋2丁目烏森神社方面から汐留方面へ向けて徒歩で移動中。服装は黒のスーツに青系のネクタイ、手荷物の類は所持認められず指示を求め、反対はイリス・マキナは一緒にいるのか。いえ、単独です。よし、覚悟だ。いえ、ダメですよ。そのまま尾行を続けさせてください。ここは下手に刺激せずに、新宿と渋谷の実動を応援に回して潜伏先を突き止める方が先決です。確保して尋問すれば済む話ではないのかね。相手は9029号なんですよ。君は今自分が置かれていると、君にはオブザーバーとしての意見は求めても、作戦に対する決定権は与えられ。では、ご自身の責任で発令を。私はステイを進言したということをお忘れなく。ふん、まあ、いいだろう。ファレル君。了解。クローバー12、This is Queen. No maintenance of the status quo. Repeat, maintenance of the status quo. 私は中央発令所に入る。君も来るかね。いえ、私が行っても場が乱れるだけでしょう。
こちらで待機させ、場合によっては君の身柄も拘束されることになる。覚悟。はい。はあ、疲れた。お疲れ様です、先輩。コーヒーいかがですか？うん、お願い。デカフェで？うん、カフェインたっぷりでお願い。なんかもう飲まなきゃやってらんないって感じ。本部長の嫌み節、ねちっこいですからね。内閣府で石部副長官の腰原塾をやってた頃からあんな性格だったって噂ですよ。あまり言わないであげてよ。あれでも一応うちの立役者なんだから。あれ、どうしたの？え、嘘、なんで？報告しなさい。何があったの？クローバー12、シグナルロスト。一体何が？地下に降りたわけではなくて？違います。場所は東口中央広場で。は？今度は何？造影に向かったトランプがハート9、スペード6、ダイヤエース、シグナルロスト。どういうこと？そんなの私に聞かれても困りますよ。ただシグナルがロストしたということは、発信機を破壊されたか殺された。残りのトランプは？ハートジャックのみですが、まだ配属2ヶ月の新人です。ハートということは女性工作員ね。若いの？はい、まだ24歳ですね。その子胸は大きい？は？バストは大きいかと聞いているのよ。どうなの？ちょっと待ってください。身長170。9029は巨乳に甘いのよ。いいわ、その子には即刻引き上げ命令。でもそんな命令勝手に出したらまた本部長に。このままでは全滅すると中央に伝えなさい。それと事後処理班を現場に急がせて。責任は私が取ります。急ぐ。はい。ユージ。パパ、どこ行ったの？もう心配するじゃんかさ。勝手にどっか行ったらダメなのよ。掃除？そっか。わかった。あーもーもー、どうしてこういうことになるのかね。現状維持命令を解除するからですよ。相手は9029号だと言ったはずです。あー、君はいつもそうしてその番号を口にするが、所詮は2代目じゃないか。そこまで大騒ぎするようなことかね。その油断の結果はご自分で確認されたのではありませんか？襲撃された工作員に死人は出ましたか？いや、重傷者は出たが4人とも命に別状はない。ということはまだ封印は解けた。9029号風見雄二には、日下部麻子だけが解くこと。元来風見雄二という男は臆病で気が小さく、殺人を好むような人間ではありませんし、幼少期の体験が元で殺人に対する強い精神的外傷を持っていて、殺人という行為に自我を保てないほどの極度の恐怖感情を持つ。それは資料で読ませてもらったが、殺人が好きな子供などそうはいまい。それで普通なので。資料はちゃんと目を通していただけたのです。効果表には目を通した。そんな成績表だけで理解できるほど単純ではありません。十分だよ。風見雄二は12歳の時実の父親を殺している。それが原因でトラウマを抱えていると本人がそう信じているだけで、
実際に殺したわけではありません。だが結果的には父親は死んでいる。つまり何が言いたいのかね、君は。簡潔に。私も忙しい身でね。資料を読み込む時間もなければ、君の長話に付き合っている時間もないのだよ。父親の殺害、そして母親の自殺、この二つの死を飾り、そして幼かった彼はその呵責に耐えることができなかった。そしてその呵責を取り除くために、日下部麻子は彼に暗示を、弱い者を守るために戦ったのだから、何も間違っていない。お前、その結果風見雄二は殺人を事故で正当化できるようになった。いいえ、違います。彼は幼い頃に両親を殺害したのも、これまでの任務全部自分の右腕に取り付いた悪魔が勝手にやったことだと信じるようになったのです。わからんな、なぜそんなことに。子供ながらに最も安直な回答である俺のせいじゃないという答えに逃げ込んだ結果。なるほど、そういうことなら理解できないでも。でしょうね。何？どういう意味かね。他意はありません。つまりだ、自分のせいではない、全ては悪魔の仕業だと信じることで、風見雄二は暗殺任務に従事、そしてその暗示をかけることができたのが日下部麻子だったと、そういうことかね。いえ、逆です。悪魔のせいにすることで片っ端から人を殺してしまう風見雄二を暗示で押さえつけていたのが日下部麻子です。まったく複雑だな。つまり風見雄二に殺人許可を出していた日下部麻子はもう事実、未だ死人は出ていない。そうではありません。違います。人を殺すなと暗示をかけ続けていた麻子はもういないのです。いつ暗示という封印が解けてしまうか予想がつきません。その暗示というやつは簡単に解けてしまうようなものなのかね。わかりません。ただ一つ言えることは、この暗示は麻子の言葉をキーワードとした風見雄二自身の、もし風見雄二にとって日下部麻子と同等、もしくはそれを超える存在を意識したとき、同時に自己暗示も解けてしまう可能。自己暗示が解けた場合、風見雄二はどうなる。自分の守るべき対象にとって有害であると認識したものを片っ端から排除していくことでしょう。日下部麻子が健在であれば、そんな風見雄二も道具としてコントロールも可能でしたが。道具とはどういう意味。極めて殺傷能力の高い国防装置という意味です。ですが今はそう、例える手榴弾には不用意な暴発を防ぐために、そのたった一本のチャチなピンがあるから腰にぶら下げて歩くことができるのです。そしてそのピンを引き抜き敵陣に投げ込むのが戦士。風見雄二のピンを抜けるのは戦士である日下部麻子だけだった。私たちは日下部麻子の道具である風見雄二をいじくり回しているうちにピンを抜いてしまいそうになっているの。目的もなくピンを抜かれた手榴弾は、誰であろうと区別なく、その場にいる人間を、日下部麻子がいない今、ピンが抜けてしまえば、おそらく彼は殺しの手札に迷いがなく、他者を殺害することに遠慮もなく、殺したことへの呵責もない。そうなってしまえば。なーに、殺せば止まるさ、どんな人間でもね。壊れた部品を使い捨てにするようで心苦しい限りだが、彼には殉職し、お任せします。まったく面倒な狂犬を逃がしてくれたもんだ。私は中央に戻るが、何か思い出し、はい、まいった。何かあるたびに私のところへ来るの、勘弁してくれない。なんかえらいことになってきましたね。あなた、仕事しているふりしながら。いやだな、ちゃんと仕事してましたよ。先輩が提出した風見雄二の資料大体読み終えました。何やら凄まじい過去と経歴ですね。そう、うちではそれほど珍しくもないでしょうに。その手の不幸を背負った犬なんて。本部の方ではどうするつもりなんでしょうね。さあ、でもまあ CSS や
NSA の捜査員では今頃本部長は本社のお偉いさんと特殊作戦部隊を何単位派遣してもらえるのか交渉してるんじゃないかしら。本国の精鋭が出航してくるとなるとさすがの南洋トゥーナインも店じまいですかね。そうね、生きて戻ってくる確率はほぼゼロだけど、あの子は日下部麻子が育てた犬よ。一度牙を剥いた相手にはたとえ手足をもがれようと這って飛びつき喉笛に食らいつけ、首を落とされても睨みつけて呪い殺せと訓練され、子犬の頃から年間6万ドルもの税金をかけて育てた犬よ。私たちは一番厄介な犬を敵に回しているという事実から。でも
こっちにおいで、ユージ。パパ、また泣いているの？なんでもなくないよ。どうしていつも泣いているの？どうしてそんな怖い顔をしているの？私には話せないことなの？そんなのずるいよ。私だけ助けてもらなすのが辛いなら何も聞かない。それに私あんまし頭良くないから、きっと話だからね。傷ついた男の人を慰めるのは女の裸が一番だって。だからこっちにおいで、パパ。男が女を抱く理由なんてそれで十分なのよ。おいでパパ、キスしてちょうだい。どうしてパパはいつもそうやって謝る？私のこと嫌いになった？聞かせて。許す。だから許す。
私が全部許す。気にすんな。パパの過去に何があったのかは知らないのよ。でもきっとそれはあったら私が許す。たとえ他の誰もが許さなくても私が許す。誰も許せない罪で悩んでる方がむちゃくちゃだよ。目の前でまた開いてる女が許すっつってんだから、許されときゃいいのよさ。むちゃくちゃ大いに結構。正論が正しかったパパはもう私のパパなんだから、死ぬために生きるなんて私が許さないのよ。お願いだからしっかり生きてね。大丈夫、私がずっとそばにいるからね。突入時間15分前です。各員、配置に着いた？
非常口の担当員がまだです。扉の前に廃棄自転車が放置されているようですが、排除しますか？排除しなければ扉は開かないの？はい、そのようです。ならそのまま放置、むしろ扉が開かないように。その了解。